中国ってさ、いろんな国に喧嘩を売っているじゃない？それって何のためにやっているんだろう。あるいは、あんな喧嘩を売っていて、周りの国々からブチ切れられないのかなって。ああ、なるほどな。その問いに答えると、周囲の国々も、中国のやり方にはムカついているんだ。特にアメリカなんて中国に対して、完全にブチ切れていて、対中国包囲網を形成して、中国を追い詰めようとしているんだ。そうなの？それは全く知らなかったわ。私たちも決して他人事じゃないんだ。なぜなら、その対中国包囲網は、アメリカと並んで日本が、非常に重要な役割を担っているからなんだ。日本が対中国包囲網に参加しているの？私が知らない間に、話はそこまで進んでいたのね。対中国包囲網の要は、日米韓の参加国だからな。参加どころの話ではなく、対中国包囲網の中核を成しているんだ。ちょうどいいから、今日はそのアメリカが主導する、対中国包囲網について話していこうと思う。ワクワク。近年、アメリカは中国を仮想敵として設定して、警戒し始めているんだが、もともとアメリカは中国を警戒していたんだ。それが、第一列島線という概念なんだ。第一列島線？それって何なの？第一列島線とはアメリカが中国を念頭に、設定している戦略線のことなんだ。第一列島線はアメリカが、当時台頭し始めていた中国を危険視して、この線からこちら側には、中国の隙にはさせないと、そういう強い意志を表して、作られたラインなんだ。第一列島線は、日本の九州を起点に、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島までを防衛ラインとして、もし、万が一にも中国が、軍事侵攻をしてきた場合、このラインで中国軍を防衛して、撃退する計画なんだ。なるほどね、それでアメリカはこんな線を地図に引いたのね。確かに最初はアメリカがこの第一列島線、という概念を作ったんだが、近年では中国が、逆にこの第一列島線を念頭に、第一列島線から中国側の海域には、アメリカを踏み込ませない、中国側の防衛ラインとして、引き合いに出されることも多いんだ。それはなかなかに興味深いわね。最初はアメリカの防衛線だったのに、途中から中国側の防衛線になってしまうなんて。この第一列島線は、近年だと特に注目されることも多いんだ。というのも、この第一列島線は台湾有事の際の、戦闘区域とされているんだ。つまりこの第一列島線の近くは、台湾有事の際に嫌おうなく、戦闘に巻き込まれることを意味しているんだ。ちょっと待って、日本の九州地方も、この第一列島線に含まれているじゃない。じゃあ、もし台湾有事が起こった際には、日本も戦争に巻き込まれるってことなの。その可能性は高いな。というか、もし台湾有事が起こった場合、中国は敵対しているアメリカの、アジア拠点を先制攻撃する可能性が高いんだ。その場合は、沖縄が再筆頭候補になるな。だから、もし台湾有事が起こった場合は、決して日本も他人事じゃないんだ。そうなの？それは初耳だったわ。アメリカが設定した第一列島線は、いくつかの国が協力することを前提としているんだが、中でも、とりわけ3つの国が中核、つまりは中心的な役割を担うと言われているんだ。3つの国？まずは言い出しっぺのアメリカが入るとして、残りの2カ国はどこの国なの？残りの2カ国は日本と韓国だな。アメリカは元より1国だけで、中国と対抗しようとは思っていないんだ。日本と韓国を巻き込んで、その2カ国と共に中国と相対する計画なんだ。日本と韓国？でも、日本も韓国もかなり仲の悪い国よね。そんな国が中核となっていて、大丈夫なのかしら？大丈夫か、大丈夫ではないかではなく、やるしかないことなんだ。少なくとも地政学的に考えると、中国に対抗するためには、アジア圏の国の協力が不可欠なんだ。そして、中国に立ち向かえるぐらいに国力の高い国は、アジアではインドを除けば日本と韓国だけなんだ。だから、アメリカも消去法で、日本と韓国を中核に据えているんだ。なるほど、消去法なのね。日本がアメリカから、頼りにされていると思っていたのに。ちょっと複雑な思いね。そうでもない。逆に言えば、アメリカが頼れるアジア圏の国が、日本と韓国の2カ国だけってことでもあるからな。それだけ日本と韓国の2カ国の、国力が高いという証明でもあるんだ。でも、ちょっと待って、確か、インドもアジア圏の国よね？この際だからインドも巻き込んで、アメリカ、日本、韓国、インドの4カ国で中国と対抗しない？それができれば、苦労はないんだけどな。残念ながら、インドがこのアメリカの、第一列島線に参加することは絶対にないんだ。
それはなぜなの？理由は大きく二つだな。まず一つ目の理由は、この第一列島線はあくまでも、海洋における覇権を競うものなんだ。つまり、もし中国と戦うことになったとして、主な戦場は海の上になるんだ。そして、インドは自国の海洋進出を、全く意識していない国なんだ。だから、もし仮にインドが参加したとしても、戦力にはならないんだ。なるほどね、確かにインドが海軍が強いって聞いたことはないわね。それで、もう一つの理由ってのは何なの？インドとしては、もう一つの方の理由こそが重要なんだ。それは、インドは絶対に他国と同盟を結ばない国なんだ。インドは今までもこれからも、ずっと中立を貫いてきた国で、どこかの国と同盟を結んで、どこかの国を叩くことを良しとしていないんだ。永世中立ってやつかしらね。でも、インドも中国には、結構してやられているんでしょう？だったら、インドも一緒になって中国と戦えばいいのに。それに関してはインドのお国柄としか言いようがないな。ただ、ちょっと不安ね。アメリカはともかく、日本と韓国が中核で、本当にあの中国に対抗できるのかしら？その点に関しては全く問題がないな。例えば GDP ベースで考えると、アメリカは世界第一位の国だし、日本もドイツに抜かされたとはいえ、それでも世界第4位。韓国だって、世界13位の経済大国なんだ。アメリカと日本と韓国の GDP を合わせると、中国の GDP の約2倍の規模になるんだ。軍事力で比較してみても、アメリカの軍事力ランキングは第1位。韓国の軍事力は6位。非戦を貫いている日本でさえも、世界第8位に位置しているんだ。それに対して中国の軍事力ランキングは、アメリカ、ロシアに次ぐ第3位。GDP だけではなく、軍事力で比較しても日米間の軍事同盟は、中国を圧倒しているんだ。そうだったのね。それを聞いて少し安心したわ。ただ、いいことばかりでもないんだ。というのも、韓国はアメリカに従属して、中国と真っ向から戦うつもりはないみたいでな。よく二枚舌外交と揶揄されているが、韓国はアメリカに依存していながら、中国に対しても依存を深めているんだ。そういえば、ちょっと前に日本でも結構叩かれていたわね。でも、どうして韓国はそんな、どちらにもいい顔をしようとするのかしら？これも結構根が深い問題なんだが、韓国は中国と地続きで繋がっているじゃないか。正確には中国との間に、北朝鮮を挟んではいるものの、同じ大陸に中国と韓国という国は、存在するんだ。だから、地理的にはアメリカよりも、中国に従属した方がお得なんだ。確かに、アメリカに従属しても、もし中国が攻めてきたら、アメリカの援軍が到着するまで時間がかかるものね。その間にかなりの被害が出てしまうかもしれないわね。さらに、経済的にも韓国は中国に依存していて、軍事的には韓国はアメリカに依存しているんだが、経済は中国に依存している状況なんだ。だから、アメリカと中国のどちらを選ぶ、という選択肢がなかなか取りづらいんだ。でも、それは日本にも言えることじゃない？言うても日本は中国とは海を隔てているからな。少なくとももし仮に敵対しても、中国軍の大軍が今日明日に攻めてくることはないんだ。そういった心理的な抵抗感も、日本と韓国では違うところはあるな。なるほどね、韓国は韓国でいろいろな事情を抱えているのね。さて、ここまではアメリカ視点での第一列島線を考えてきたんだが、次は中国から見た第一列島線というものを考えていこうと思う。中国から見た第一列島線？でも、第一列島線ってアメリカが引いた対中国のラインじゃないの？それがもともとはそうだったんだが、中国はその第一列島線を最前線として、その内側をすべて、中国の領海だと主張しているんだ。特に中国が重視しているのが、第一列島線の内側になる台湾だな。台湾って、あの台湾？そう、あの台湾なんだ。実は台湾は距離的に中国に近くて、中国が領有権を主張しているんだが、実はこの台湾は実質的に、民主主義国家なんだ。そして、台湾で製造されている半導体の多くは、西側諸国に輸出されているんだ。だから、近年ではこの第一列島線、特に台湾の周辺が第一列島線の最前線と位置づけられているんだ。中国って台湾のことになると、本当に過剰なまでに反応するものね。台湾だけではなく、中国はこの第一列島線の内側のすべてを中国のものだと主張していて、中国はこの第一列島線を対アメリカの最終防衛ラインとして設定していて、最近は中国もこの第一列島線の内側の海洋進出を強めているんだ。こうか不こうか、東アジアや東南アジアの近海は、
豊富な海底資源が含まれていることが判明していて、最近、中国は海底の資源探査に腐心していて、特に南シナ海や、東シナ海での海洋調査に力を入れているんだ。まあ、その海洋調査にはかなり乱暴な手段を使っていて、周辺諸国とよく外交摩擦を起こしているんだが、そうよね。中国は尖閣諸島をめぐって、日本とも争っているものね。でも、なんで中国はそこまで周辺諸国と対立してまで、強引に海洋進出を進めようとするのかしら？その理由は、中国を起点とした逆さ地図を見てみると、わかりやすいと思うんだ。逆さ地図って何なの？逆さ地図というのは、日本以外のその国を起点にした地図のことなんだ。普段私たちが目にしている地図は、あくまでも日本を起点とした見方なんだ。地図の向きや見方は、それぞれの国で違ったりするんだ。これを、逆さ地図と呼ぶんだ。例えば中国を起点とした逆さ地図を見ると、こんな感じになるんだ。なるほどね。中国から見ると、日本や周辺国ってこんな感じに見えているのね。この逆さ地図で見てみると、東シナ海や南シナ海は、目と鼻の先にある海なのね。問題なのは、この見えているすべての海が中国のものではない、ということなんだ。国際法ではその国の沿岸から、12海里、キロメートルに換算して 22.2 キロメートルまでの範囲を、領海として定めているんだ。領海は海の上から、海底資源までその国の資産だとしているんだ。あるいはその領海の先には、EEZ、排他的経済水域、というものが設定されているんだ。この排他的経済水域では、その国が水産資源を管理、あるいは優先的に利用することが認められているんだ。領海も排他的経済水域も、よくテレビのニュースなどで耳にする言葉ね。ちなみに参考までに、日本の EEZ はここまでの範囲があるんだ。すごい広い範囲ね。さすがは四方が海に囲まれている日本ね。でも、中国からしたらせっかく海に面しているのに、その海の大部分が他の国の領海か、EEZ になってしまうんだ。何も EEZ は日本にだけ認められた権利じゃなくて、当然ながら海に面している、すべての国に認められている権利なんだ。だから、中国は最近はその他国の EEZ を何とかして、すり抜ける方策を模索しているようなんだ。やられた側としては、たまったものではないけれどね。次に、中国が独自に設定している、第二列島線について解説していこうと思う。第二列島線？第二列島線は、中国がさらに概要に設定した、アメリカを念頭に置いた防衛ラインだな。第一列島線は、九州を起点にしていたのに対して、第二列島線は、伊豆諸島を起点に、小笠原諸島、サイパン、グアム、パプアニューギニアを結ぶようなラインなんだ。なんてこと、九州だけでも大変なのに、伊豆諸島のあたりまで中国は攻め込む気なの？まあ、列島線が定められたからといって、中国軍がそこまで攻め込んでくる、というわけでもないんだが。ただ、どちらにしてもこの第一列島線、ひいては第二列島線までが台湾有事の際に、戦闘区域になることは確実だな。それってつまり伊豆諸島や、小笠原諸島の近海でアメリカ軍と中国軍が、軍艦で撃ち合う可能性があるってことでしょう？そうだな、日本に住む日本人にとっても、台湾有事は決して他人事じゃないんだ。近年、中国は軍拡への一途をたどり、年々軍隊が強力になってきているんだ。中国はより強力な軍隊を備えるたびに、アメリカに対する態度を変えてきていて、今までは正面からアメリカと戦っても勝てなかったんだ。だから、中国もアメリカが最初に引いた、第一列島線の内側で甘んじていたんだ。けれど、中国軍の軍隊が力をつけて、アメリカ軍に拮抗し始めて、中国軍は露骨にアメリカに対して、強気に出るようになったんだ。この第二列島線も、基本的には台湾有事の際の防衛ラインの指標なんだが、この第二列島線がさらに後ろに下がれば下がるほど、中国軍がそれだけ強くなっている、ということを意味しているんだ。なるほどね、アメリカ側についている私たちにとっては、あまり気分のいい話ではないわね。中国が強くなればなるほど、私たちの安全が脅かされるってことでしょう？そういうことだな。もっと言えば、中国はさらに最近に、この第二列島線をさらに超えた、第三列島線を設定し始めたんだ。第三列島線？第三列島線は、アメリカ領のサモアや、ハワイ諸島など、アメリカの玄関先に設定してあって、2020年に、中国海軍の艦隊が、この第三列島線の近海で軍事演習を行ったんだ。それって完全にアメリカを舐めていて、アメリカに喧嘩を売っているわね。中国はアメリカが怖くないのかしらね。もちろん、中国軍もアメリカを、恐れていないわけじゃないと思うんだ。
中国軍が第三列島線の付近で、軍事演習をしたことは二つの意味があるんだ。一つ目は中国軍がそこまで強力な軍隊を備えるようになったこと。そして、二つ目はそれでも中国はアメリカを恐れているってこと。アメリカを恐れているのに、アメリカの玄関先で軍事演習をして挑発をしたの？それって矛盾していない？いや、その行動には全く矛盾はないんだ。相手を恐れるがゆえに、その相手を威嚇して、自分の縄張りを守ろうとしてるんだ。特に近年はアメリカが台湾を重視する戦略を打ち出していて、それに対する抗議というか、牽制の意味合いもあるだろうな。中国軍がより苛烈に大胆になればなるほど、逆説的に中国がアメリカを恐れている証拠なんだ。なるほどね。でも、そうなると一つ疑問が出てくるわね。じゃあ、おとなしくしていればいいのに、なんで中国はアメリカにそこまで敵意をむき出しにするのかしら。それは非常に簡単な話だな。簡単に言えば、国家としての生存本能だな。生存本能って、アメリカって基本的には何もしなければ無害じゃない？実際、今の日本もアメリカとは友好な関係を築けているし、他の国々だってそうでしょう？それは日本や他の諸外国がアメリカと同じ民主主義の国だからだな。でも、中国はそうじゃないんだ。中国は一つの政党がずっと政権を握り続ける共産主義、という思想の国なんだ。そして、共産主義と民主主義は絶対に相入れることはないんだ。共産主義の中国としては、自国の利益のために、アメリカを滅ぼしたいと本音では考えているし、民主主義に属するアメリカも、あわよくば中国を滅ぼしたいって考えているんだ。アメリカが中国を滅ぼす？中国を滅ぼしたい、というのはさすがに語弊が過ぎるかもしれない。ただ、アメリカは中国を、民主化させたいと考えているんだ。そして、共産主義の国が民主化するということは、その国家が死ぬということに他ならないんだ。その最たる例がソ連だな。ソ連って名前は聞いたことがあるけれど、一体何なの？ソ連とは、簡単に説明すると今のロシアだな。ロシアという国は、昔はソ連、ソビエト連邦と呼ばれていたんだ。ソビエト連邦は共産主義の国だったんだが、1988年から1991年にかけて崩壊して、その結果、ソビエト連邦はいくつかの国に分かれたんだ。そして、その分裂した中で一番国土が大きかった国が、今ではロシアという名前で呼ばれるようになったんだ。今では信じられないかもしれないが、ウクライナやベラルーシなどの国々も、もともとはソ連の一部の地域だったんだ。それがソ連の崩壊によって、それぞれが一つの国家として独立したんだ。そうだったの、それは知らなかったわ。話を中国に戻すが、中国も厳密に言えば連邦、つまりたくさんの地域や民族が集まった国なんだ。だから、もし中国が崩壊して民主化した場合、中国もいくつかの国に分裂すると言われているんだ。それは、中華人民共和国、という国が死ぬことを意味しているんだ。でも、それをアメリカは本音では望んでいるのね。確かに、それなら中国があそこまで、必死にアメリカに敵意を剥き出しにするのも納得ね。もちろん、中国を動かしているのは、民主化による崩壊の恐怖だけじゃない。今の中国を動かしている理由の一つは、あわよくば世界の覇権を握りたい、という中国の思惑もあるんだ。世界の覇権？でも、そんなものを取っても、仕方がなくない？確かに東アジアの小さな島国である日本は、覇権に意欲は薄いかもしれない。だが、世界の覇権を握ることができれば、とんでもない莫大な利益を得られるんだ。例えば、現在世界の覇権を握っているのはアメリカで。だからこそ、アメリカの通貨であるドルは、世界の貨幣レートの基準として機能しているんだ。そのおかげで、アメリカはドルを通じて世界の経済を支配しているんだ。例えばアメリカが気に入らない国に対して、ドルを制限すれば、その国の経済状況は一気に悪化してしまうんだ。最近の例で言えばウクライナに軍事侵攻した後のロシアや、あるいは北朝鮮なんかが該当するな。確かに、ニュースでもロシア経済が、今かなり大変だってことは聞いたことがあるわね。中国政府は、北朝鮮を支援しているからな。中国はアメリカという国の強大さを、身に染みてわかっているんだ。アメリカがそこまで強大な理由も、世界の覇権を握っている国だからだな。だからこそ、自分たちが世界の覇権を握りたい、と中国も考えているんだろうな。中国の一帯一路構想なんかも、その中国が覇権を握るための計画だしな。一帯一路ってあれよね。中国とヨーロッパを結ぶ航路を作る計画よね。そうなんだ。中国政府はこの一帯一路構想で、自国の資材や自国民を労働者に使ったりしていて、実はそれにはもっと深い中国の思惑が隠れていて、中国の人民がその現地で働くと、
当然ながら中国人が現地に多くなるだろ。その結果、中国の貨幣である人民元が、現地の国で使われるようになるんだ。そうやって中国の言葉や文化、あるいは人民元を発展途上国に浸透させていって、いつかはそれらの国々が、中国に依存する一大文化圏を、世界に築こうと画策しているんだ。それは、中国も途方もない計画を立てたものね。アメリカもその計画をみすみす、成就させる気はないみたいだからな。アメリカも他の有力な国々と経済協力をしたり、軍事同盟を結んだりしていて。特にアメリカは、中国が摩擦を強めている南シナ海の周辺の国々との防衛協力に腐心しているんだ。今はアメリカと中国が世界の覇権をめぐって、お互いを牽制し合っているところだな。なるほどね、今は世界の情勢がそんなことになっていたのね。平和な日本に住む日本人としては、現状のままが一番いいから、アメリカが次も覇権を取れることを祈っているわ。今回の話はここまでだが、コメント欄で、アメリカが設定した第一列島線、あるいは中国が設定した第二列島線について、意見を書いてくれると嬉しいぜ。高評価、グッドボタンと、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。